ないじゃないですか。ないじゃないですか。だからなんかすごい新鮮だなみたいな。正直自分が思った以上に反応があってめちゃくちゃ嬉しくて、Dリーグっていう言葉がみんなにこう浸透していて、あれに出るのみたいな感じで、こう普通にDMきたりとか、私以外全員関西人なんですけど、個人個人がすごいフランクというか、 もういい意味で全部をフラットに見ているなっていう感じがして、リハの進め方とかもなんかいろんなグループ分けしたりとかして、こうお互いを知るという時間が早めに取れているのかなという感じはするんですが、まだですね、まだまだだなっていう感じは正直あります。 ステップ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 のここのところのこの位置多分リコが来れてたら、あとはもうみんな多分その場で調節するから。でもエリナちゃんどっちかっていうとこう生活面をすごい一番年上なんで、そこら辺自分がルーズなんで、そこを結構頼んじゃってる部分はあります。なんかこう、はい急いでみたいな、リハもう次入ってるよみたいな感じのは結構エリナちゃんがしてくれてて、負担かけんようにこう自分はなんかこうできることをやろうかなって感じで、 普通にやっちゃってますよみたいな感じで。世の中戦っていく中で体もやっぱり男性が強いし、じゃあ女は女にしか出せない部分で男に勝っていきたいなっていうのもありますし、そこでなんか女だから負けるっていう甘えも嫌いっていうか、でしかも多分見せ方がどっちかというと美しいとかかっこいいって見られたい女が集まってるのかな。あ、男も一枚いますけど。 固定のイメージというよりかは、もうカメレオン並みにいろんな色を出していけるチームでありたいので、こう武器となる新しい動きを入れていけたらってことで、ウォーブっていうジャンルを多く入れています。いろんな変化をするところを楽しんで見てもらえたらなっていうふうには思っています。
結構音が聞こえなくても外のお客さんにすごいパッションが伝わってたみたいで、拍手が自然と湧いたり結構湧いてくれてたので良かったなと思います。みんな結構仲が良くて、で多分全員それぞれをリスペクトし合ってるので、こう踊りを何かこうこれがやりたいとかこうしようっていうことを素直に受け止めてるので、すごいいい環境だなって思います。